対戦。負けないぞ。それじゃ始めようかね。俺の番だな。私の番だね。お、強いのが行くよ。するかね。こいつはいい手だね。俺の番だな。決める。私の番だね。じゃあこれで。よし行くぞ。これで決める。私の番だね。おやおや。よし行くぞ。私の番だね。じゃあこれで。俺の番だな。
勝負。私の番だね。こいつはいい手だね。よし、行くぞ。どうするかね。勝負と行こうかね。よし、行くぞ。ここは負けたね。私の番だね。準備はできたよ。取ったぞ。ここは負けたね。俺の番だな。勝つぞ。どうするかね。準備はできたよ。ここは勝ったね。やられた。やった、俺の勝ちだ。負けちまったね。腕を上げたな。望み通りに来てやったぞ。
トリオ。俺とステモ、お前から知りたいことがある。そのためにまずお前の料理を見せてもらおう。俺は妻と師匠を亡くしてからお前に勝つためだけに腕を磨いてきた。お前にだけは絶対に負けない。クルツ、頑張れ。その努力が無駄であることを今から教えてやろう。そしてあの日、俺が何を手に入れたかをな。どういう意味だ。さあ勝負と行こうじゃないか、クルツ。この俺の力見せつけてやろう。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。よっ、食べ。私が好きなの知ってた？審査員たちが皆見入られたようにトリオの料理ばかり食べているだと。この料理うますぎる。食べるのを止められないよ。一体何がどうなっているんだ。俺自身も箸が止められない。なんだこれは。食べるのを止められん。
そうだろう、そうだろう。このレシピは秘伝のレシピ、地の巻。何人もこの味には抗えない。お前の料理では俺には勝てない。この秘伝のレシピがある限りな。秘伝のレシピだと？そうか貴様、そのために師匠を。だがこの秘伝のレシピも完璧ではない。天の巻さえ揃えば俺は完璧に。おっと、口が滑ったな。もっとも天の巻が俺が世界中探し求めてもまだ見つからぬ。お前には見つけられるだろうな。天の巻、仇討ちなど諦め闇流料理界に入れ、クルツ。その方がお前のためになろう。だが断る。俺はいずれ必ずお前を倒してみせる。強情な男だ。だがいずれ私の足元に屈させてみせるさ。秘伝のレシピ、天の巻、それを手に入れればトリオに勝てるのか。いらっしゃい。ありがとう。よく来た。食べたいものがあればいつでも来い。よく来た。